フォークの世界。今日も頑張っていきましょうね。フォークの世界休みや今日もね、あのフォークをたまちゃんにちょっとでも知っていただこうと、はいはい、思っておりますので、いいですか、うん、今日の、テキストはチューリップってことですね。チューリップ、あ、知ってます。心の旅とか、そう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 、はい、まあ吉田栄作さんがねお歌いになったりして、はい、その後あ、それからこの間の屋根の上の何だっけ、2階の屋根の上、はいはいはい、っけ、一つ屋根の下で、一つ屋根の下で、はい、主題歌になったりしてね、はいはい、今コマーシャルで踊ってるよね。やりましたね。ほんの小さな出来事でっていうのね、はい、人ですよ。私の前の前ね、深澤新婚当時住んでた、マンションの隣が大さんの家だったんですよ。小盆の中田でね。あ、そうですか。毎朝子供を抱いてブラ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 表歩いてらっしゃるんで、うちの子供と幼稚園は一緒だったんですよ。あ、そうですか。つながりはあるんですね。そうですね。で、向こうが私と顔見たらふっと部屋の中入ったりするんだね。なんかつながり持ちたくなかったんだよね。またその気持ちもわからんではないよね。関わったらえらいこっちゃと思ったんでしょうね。本当に子供が大好きで運動会も来てらっしゃいましたよ。そういう方、財津さん。財津和夫さんですけども。今日はチューリップの、はい、銀の指輪。あ、知らないですね。これも知らないでしょ。まあ、知ってるのはね、あんまり問題出ませんからね。僕も知らないな、銀の指輪。これ聞いてみますか。このね、この2番の歌詞を当ててほしいんですけどもね、こういう歌だったんです。どうぞ。覚えてるだろう、銀の指輪を、二人が誓った愛の印さ、君は切ったね。この P が問題なんですけどもね。三輪一太さん、僕も分かんなかったですね。三輪一太さん、何々二度と外れない指輪と、今何をおっしゃいました。二度と外れない指輪、とってこれ問題ですから。どえらいとこまで読んでしまうんですね。さて、どこに靴付けしたのかっていうのが、問題なんですね。ほう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 、どこに、どこに、体の場所。さあ、それはまあ徐々にヒントを出していきますけどもね。さあ、どこ、あの番内よりもまあもちろん、あの玉尾ちゃんに答えていただきたいんですけどね。これはおでこ。ああ、おでこね。違います。うなじ。そんなエロティックな歌じゃないですか。あ、そうですか。はい、玉尾ちゃん、じゃあハートとか。あ、おじゃ可愛いね。おうおうおう、ハートに口づけ。おうおう、まっちゃん、二の腕。そんなのヒットせえへんやろ。ああ、たまおちゃん、ほくろ。君のほくろ、君してんのじゃん。ほくろ、君何まっかなんで。ね、そういうの別に逃げたらええねんから、してませんで終わんねんから、はい、な、そんな一回一回本当のリアクションしなくてもいいの、はい、いやほんまにびっくりするわ。ほくろしたことあんのかいな。ね、したいわ。どこにあんの。ちなみにほくろは、ね、首とか。え、してるやんか、やっぱり首やったら。なんで、首にお、ほくろがあるなとか言うてチュッチュクチュッチュクしてるんじゃん。なあ、こんなもん。しぼこった顔かわいいね。やん。さあ、どんどん、はい、まっちゃん。わかんない、ツボ。どっかこう、ツボを探して。ツボツボに傷するやつは、世の中には探しはおるかわからないけど、歌にはせんやろ。
な、こっちも長いかな。なあ、君は言ったね、壺に口づけ。はい。難しいよ。いや、これは簡単。これは本当一番簡単なんですよ。二度と外れない不思議な指輪。なんだろう。二度と外れない不思議な指輪をしたわけやから。二度と外れない不思議な指輪やから。うんうん、婚約。あ、キスした場所だもんね。そうですね。あ、んない。いや、指輪やから。指輪やから。指？はい、でかい。なんだ。そんな単純な、ごめんね、単純な。あんたの回答の方が単純やろが、どっちかと言うたら。あんさん。このね、あの、大豆さんでもね、あの、東芝 EMI に、あの、アポなしでデモテープを持ち込んだという話ですよ。うわぁ、かっこいいなぁ。これはすごいですね。まあ、名曲がありますね。心の旅も名曲ですけどもね、はい、それからサボテンの花ね、もちろん。それから、あの、魔法の黄色い靴。知らんか。僕、あの、わがままはっていうのは、なんか好きでしたね。心の、じゃあ、男の罪とかいうのそれを許さないのは女の罪というね。はい、虹とスニーカー。白いスニーカー。ああ、そう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 。汚さないように。それが好きでしたね。これほら、陽気でやったやないか。そう、だから覚えてたんです、僕。あ、そうかそうかそうか。はい、白いスニーカー、彼から買ってもらって汚さないように、歩いたというね、雨の日に。はい、今日は銀の指輪。これはもうフォークというのは本当にポップスですけども、聞いてもらいましょう。どうぞ。G1 グルーパー。